今日は超初級シリーズ、書き上げたら推敲は3つのポイントでチェックし3回読み直す、そんな話です。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は超初級シリーズ、まあその話をしていきましょう。新人賞をどこに応募するか決めた。で、何枚書くか、いつまで書くかって決めた。で、そして書き上げた。まあ、そんな風です。で、よく言われるのは、推敲どのぐらいやったらいいですかってことよく言われるんだけど、先に言っとこう。デビュー前の新人ほど、推敲しないし、取材しないし、テーマを把握せ、してないし、誤字だらけの原稿でそれをギリギリ出すっていう、そういうことよくあります。なのでね、本当はその締め切りを1年後に設定してるんだったら、1年後の新人賞にあそこに出すっていうふうに決めてるんだったら、せめて半年ぐらい前に書き上げて、で、そこから手を入れた方がいいんだけどね。まあ、なかなかそういうわけにもいかんな、いかないだろうかさ。まあ、とりあえず、どういうものにを書き上げたらさ、どういうとこにちょっと、気をつけて遂行したらいいかっていう、そういうことをちょっと注意しましょうやっていうことで、一つはテーマ、二つ目はストーリー、三つ目は誤字脱字のチェックです。で、一つ目のテーマと二つ目のストーリーっていうのは、これも実はね、半年ぐらい前に書き上げて、それから洗い出すってことの方が重要なんだけど、テーマ、自分はこの作品で何を書きたかったのか。意外とね、ありがちなのは、デビュー前の新人がありがちなのは、自分はこの作品で何を書きたかったのかっていうのを書きながら考えるっていう人結構います。で、これに関して言うと、僕はね、そういうやり方もありかなって僕は思います。そういうやり方もあり、まあ実際プロでそういう人結構いらっしゃいますからね。柴田芳樹さんだとか篠田節子さんだとかは、とりあえずせーので第一個書いて、であとごそっと削って、何度か全面書き直ししてブラッシュアップしていくっていう、そういう書き方をします、してらっしゃるということです。で、僕は書いたものを捨てるのがもう嫌なので、僕は前もって準備をするっていう、そういう風なので、最終的には締め切りまでに完成した原稿が出来上がれば、どういうやり方でも構わない。ただデビュー前の新人が一番やっちゃいがちなのは、そのブラッシュアップする前の書きながら見つけ、こういう話だったんだって言って、自分で改めて気がついた。ただし、その書きながら考えた状態の、何も用意してないものを、何もブラッシュアップしてないものをギリギリに書き上げるので、結局ぐちゃぐちゃのままこう出してしまって、予選落ちするってことが結構あるので、だから、書きながら、テーマがだいたい輪郭が分かってきて、それで最後まで書き上がったら、そしたら改めて自分はこの作品で何を書きたかったんだろうかということをチェックするって大事です。んで、これは、テーマでなくても別に素材でもいいし人物でもいいです。この人物の中、私は書きたかったんだなとか、この素材が書きたかったんだなっていうこと、これが自分が伝えたかったものを改めて見て、
で、それからもう一度全部組み直す。例えばメインになる登場人物を、これを人物を描きたかったんだなと思うんだったら、その人物の行動がブレる部分っていうのの整合性を取るだとか、あと追加の取材ね、例えばそうだな、主人公が警察官だったら、ただ漫然と警察官というよりも、もう何歳で、でどういう所属を経て、でどことどことどこを回ってきて、そのこう、例えば刑事課なら刑事課でも、同じ刑事課でも、それこそ、窃盗なら窃盗、ずっと窃盗畑をずっと見てきた人とか、組対で暴力団相手にこうやってきた人なのか、生活安全課の中で、例えばホームレスの人のその行方不明なチェックをしている人だとかさ、防犯を専門にやってきた人だとかっていうふうに、そうやって組んでいくと、そうするとその人の、その登場人物のキャリアが分かれば、その登場人物の、苦悩だとか、葛藤だとかっていうのができてくるようになる。そういう追加の取材をやった上で、改めて全部もう一度その書きたかったものに揃えていく。そうするといるものといらないものが見えてくるので、それでもう一度捨てて作り直す。そういうですね。あとストーリー、これつまりこれは誰が何をする話なのっていうことを読んでいて分からないこと結構あります。視点者が何人もいる場合に、登場人物の視点者が何人もいる場合、ほとんどそういう時にはまず間違いなく登場人物が、登場人物が多いんじゃなくて、視点者が多い時には誰が何をする話なのか著者自身が把握してないっていうことが結構あります。視点者が違う時、誰が何をする話なのか、視点者一人に揃えようねっていうのは、まあまあ基本だと思ってください。で、こう何人かの視点者がいる場合には、ほぼほぼ間違いなく視点者一人の取材が足りないか、視点者の作り込みが足りないかっていうことで、その人一人だけではその長編が支えきれないので、視点者を変えて枚数を埋めてるっていうことっていうのは、まあまあよくあります。で、この時にその自分がこのストーリーを書いた時に、ストーリーというか物語のあらすじをちょっと書いてみてチェックをしてみるって大事です。で、あらすじをチェックした時に、そのあらすじを見て、さらにそのあらすじをこう一言でまとめる。つまり誰が何をするか、主語と述語の短文で明快に整理してみる。すっきりした状態で、その状態、誰が何をした 話なのか。で、それが分かると、例えば誰かが、主人公が犯人を探す話とか、主人公が妻を探す話とか、そういうふうにまずすっきりとして、で、そうするとメインになる話が見えてくる。そうするとメインになってくる話が分かってくると、どれが背景なのか、で、どれがその何かをする話のそのハードルになる、そのメインになる、誰が何をする話かのメインになる人の目的を達成するためのハードルが何かということがそこで見えてくる。往々にして二点三点のどんでん返しってものを書こうという人は、結局のところこの誰が何をする話かって決めてないので、考えてないから二点三点するっていうことが結構あります。で、これをやはり
整理するのがこの遂行のポイントです。誰が何をする話なのか、メインストーリーとサイドストーリーの区別をしっかりつけよう。でそれに合わせて遂行しよう。メインに関係ないものは捨てしていく、メインに関係しているサイドストーリーはさらに膨らませる、そういうことです。でこのテーマの見直し、ストーリーの洗い出しというのは当たり前だけどほぼほぼ全面書き直しなので、だからまあ半年前に書き上げて、締め切りの半年前には書き上げて、ここら辺を洗い出したらもう一度ざっと書き直そうよねっていう、それが遂行のポイントではあります。で三つ目の誤字脱字のチェックっていうのはもうその通りだよね。まああと残り締め切りまで1ヶ月っていう風になったら誤字脱字変換間違いのチェック、これ意外とありますから、そのチェックをしよう。で大事なことなんだけれども、せめて応募原稿はせめて声に出して読んでチェックはしよう。何度も読み直して目読でずっと読み直したって、目で見るだけではチェックって見落とすからね。声に出して読む、そこ重要だと思ってください。プリントアウトしようね。プリントアウト、プリントアウトして赤ペン持って声に出して一つずつ読んでいく。辞書はちゃんと持とうね。でそれでやっていく。でその時に開業後の一時下げがしていないかとか、鍵括弧の中に句点がついてないかとか、あと意外と日本語おかしいこと結構あるのでね、ということです。でそこまで手間かけなきゃいけないのかっていう人は結構いるかな、どうだろうね。そこまで手間かけるもんです、そこまでね。デビュー前なんだからさ、そのぐらいの手間はかけよう。ということだな。しかしさ、この超初級シリーズ、ここのところちょっとさ、続けてこういう超初級シリーズやってるとさ、なんかくたびれるやつまんないよね。いや、僕がつまんないんだよ。こんな小説の書き方の話ばっかり。まあ、もうちょっとなんからしい、もうちょっと気楽な、その雑談、なんか雑談のネタ拾ってきますね。皆さんのそのお便りとかお待ちしてます。この番組へのお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。